こんばんは。さあ、今夜も滋賀を元気にしていくためのゼミナールを開きます。今回は農業高校の取り組みについてご紹介します。全国の高校生のうち 2.5%、 8万人以上が農業科で学んでいます。滋賀県内にも4つの農業高校があり、次世代の農業を担うべく勉強をしています。今日はその中から八日市南高校の皆さんにお越しいただいて、地域連携の環境教育についてお話しいただきます。今夜のゼミ講師は八日市南高校の加藤真一先生です。八日市南高校は1907年に神崎郡立神崎実業学校として開校し、学校名の変更や合併を重ねた後、1974年に農業高校として独立しました。加藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは学校について教えていただけますか。はい、本校は東近江市に位置する学校なんですけど、男子の生徒が約150人で、女子の生徒が約200人ぐらいの、専門の、専業農業学校になります。農業学校と聞くと、はい、結構男性のイメージが勝手に強くって、はい、女子生徒の方が多いんですか。あ、そうですね、ほとんど半分以上が女子という、クラスもありますし、今ここ2、3年間は女子の方が多くなってきています。あ、変わってきてるんですね。そうですね、はい。でそちらの学校ではどういったことを学べるんですか。本校3学科ありまして、まず農業科なんですが、農業科は野菜と作物と、動物を育ててる学科になります。野菜だと今だったらトマトとかナスを、栽培してますし、作物だったらお米を栽培したり、で動物だったら、牛と豚を育てています。もう一つは食品科という科なんですけど、その今度は作物を加工してそれを、また販売するというので、加工の仕方はいろいろあるんですけど、例えばジャム、果物からジャムを作ったりとか、動物から例えばソーセージを作ったり、そういったものも、加工して販売するっていうのが食品科になります。まだその他にもあるんですね。もう一つ火力デザイン科という科なんですけど、こちらは主に公園とかお庭の設計を、担当してて、地域で言ったら、ここにイメージしてる公園が欲しいってなったら、そこ行ってこうデザイン、設計も書いて、こういう花を植えたらどうかっていうふうに、実際にやったり提案とかもしてはります。それを授業でされるんですか。そうですね、授業の中で実習という授業があるので、その中でもちろんこう各勉強で勉学することもあるんですけど、実践的に、作業するっていう授業もあります。じゃあもう社会に出て使える実践的な、専門的な知識が身につくわけなんですね。そうですね、はい。自らこう自分たちで、問題意識とかいろいろ持っているものを、見つけて、それを解決できる、今言われている生きる力をぜひ身につけてもらいたいと思います。なるほど、はい。そして八日市南高校では地域との連携に力を入れているとお聞きしたんですが、はい、まず一つは、市の花である紫の6次産業化ということで、学校で紫を育てて、それを皆さんに、配ったり、育て方を教えたりっていう、活動もしています。その紫の花はちっちゃいんですけど、根っこからシコンっていう紫色の綺麗な高貴な色が取れるので、それをこの布にこう染み込まして染色したりとか。で6次産業化っていうのはどういった、はい、自分たち栽培する、でそれを言ったら、根っこをこう加工して、シコンを取る、でそれを布にこう染み込ませたりして、こう商品として出すっていう、一から産業を、栽培する、それを加工する、それを自分たちで売るっていうのを、1×2×3 は6になるので、6次産業化っていうふうに。もう本当にこれも生産から販売まで全てを生徒でやるということなんですね。あとは学校の中で、グラウンドの芝生化計画というのを行っています。
でそれは地域の皆さんにもこう来てもらって教え指導してもらって生徒が植え付けたり栽培をしたりというので地域とも連携をさせてもらっています。でその他には東近江の万所町というところに、ちょっとまあ離れてるんですけど、そこで、お茶の栽培をしたりしています、うん、このスタジオに来てもらっています。どうぞ。はい、ようこそ。どうぞどうぞ。さあ、八日市南高校食品科の金井優奈さん、黒瀬まどかさん、村松めぐみさんです。ようこそ、よろしくお願いします。お願いします。3人はこうどうしてこの高校に行こうと思ったんですか？金井さんは？将来カフェの経営をしたくて入りました、うん、わ、もうしっかりともう将来の目標があってこの高校を選んだと。では黒瀬さんは？自習でクッキーとか作れるのが楽しそうやなと思って入りました。ああ、もう本当に高校の授業内容を見てってことなんですね。村松さんは？食品関係に興味があったので入りました。なんかすごい、みんなそれぞれちゃんとこう目標とか習いたいこと、学びたいことを持ってこの高校に選んでるっていうのが先生嬉しいですね。そうですね、はい、頼もしい限りです本当に。でも3人はですね、食品科ということなんですが、これどういう勉強してるんですか？イベントでお菓子や飲み物を提供したりして、実習を通して経営や流通について学んでいます、うん、でも食品科の中でこのマンドコロ茶の取り組みを行っているということなんですが、マンドコロ茶っていうのはどういうお茶なんですか？マンドコロ茶は東近江市にあるマンドコロ町で栽培されている歴史あるお茶です。うん、でそれをどうしてこう取り組みにしようと？高齢化や経営の難しさから栽培する人が少なくなってきたので、私たちが盛り上げようと取り組みしました。なるほど。一度はこう衰退してきてしまったお茶をこの栽培して盛り上げていこうと。実際にどういったことをしてるんですか？実際に耕作放棄地を利用して伝統的な玉露を栽培しています。伝統的な玉露、どういうふうにこれ栽培していくんですか？コモを使って遮光して栽培しています。コモっていうのはよく木にコモ巻きとかで巻く藁をこう何本も何本もやったもの。実習で自分たちで作ったやつを使っています。コモから手作りなんですか？すごい大変です。やっぱりね、こういういろんな作物を作っていくとか、そういうのってやっぱり大変な作業とかもあるんだなっていうのもね、やっぱり先生に学んでもらわないといけないってことですか？そうですね、はい。これは茶畑自体はどれくらいの広さ で何人ぐらいの生徒でやってるんですか？大体312平方メートルなんですけど、そこで3年生が13人で、2年生が12人、まあ、13人で、大体26から27で作業するんですけど、うん、1日がかりですよね。もうなんか暑いなとか焼けちゃうなとか気になったりしない？女の子だし。めっちゃ気になります。いろいろ対策しつつ日焼け止めをめちゃ塗って、うん、そんないろいろね、もう苦労しつつ出来上がった玉露っていうのはどうするんですか？本校と道の駅で販売しました。で昨年には成分分析もして旨味成分が出ていて苦味成分を抑えられているという結果になりました。すごい、こういった成分分析からも美味しいお茶だっていうことが分かってくるんですね。道の駅で販売した時皆さんどうでした？石臼を使って粉末を作ったんですけど、うん、お客さんもやっていただいて、できた粉を持って帰ってもらったんですけど、とても喜んでもらいました。すごい、もうその場でこう石臼みんなで体験して、それは楽しそうですよね。わ、そんなお茶すごい、どんな味なのか私も飲んでみたかったです。ぜひ飲んでください。いいんですか？はい、今日持ってきてくれてる、はい、うわ、やった、ありがとうございます。おいしい。玉露ってイメージしてた上品なっていうようではなくって、すごいお茶の旨味がギュッと濃縮されてるような、すごく味がしっかりしているお茶ですね。
すごい旨味が感じられました。これあれですよね、このお茶を持って行ってこのお茶専門店の方にも飲んでもらったんですよね、はい、うん、東近江市の増吉さんに飲んでいただいて野生味あふれる味って言っていただきました。あ、野生味あふれる味すごくわかります。このお茶本来のというかそのものの昔からのお茶だなっていう感じがしました。でさらにこのお茶っ葉を使っていろいろな製品も作ってるとか、他にもお茶を使ったパウンドケーキや大福など加工品も作りました、うん、そういったものを作っていくアイデアとかレシピとかっていうのはどうするんですか？班のみんなで検討してみんなで考えて作りました。あ、もうレシピも生徒で集まってみんなで考えて作っていく。でそれ作ったものはどうするんですか？にごはち祭りとかで販売したりレストランでデザートとして提供します。それもやっぱりもう提供のところまでみんなでやっていくんですね。こう今本当に美味しい玉露いただきましたが他にもあるんですよね。今年はバンドクロ茶で番茶を作ったので、うん、ぜひ飲んでみてください。番茶もいただける、楽しみです。なんかスーッと飲みやすい、あのご飯にすごく合う感じのお茶ですね。美味しい。これどうしてこの番茶を作ろうと思ったんですか？ヨナン茶園の収益を上げることと、マンドコロ茶でも番茶を行っていることを皆さんに知ってもらうためです。なるほど、収益も大事だし、さらにこう地域の皆さんにマンドコロ茶でもあるよっていう番茶があるよ、みんなに親しんでくださいねっていうことなんですね。番茶のこと、摘み方とかは何も知らなかったけど、地域の人たちに教えてもらったり、その場で摘み方とか覚えて、番茶を収穫することができました。やっぱりこの玉露との違いがある番茶を、もう摘むときに一緒に地域の人が教えてくれたりするんですか？はい。なるほど、そういったところでも関わりが生まれてくるんですね。でこう番茶を作ってこだわった点とかありますか？パッケージを可愛い絵にしたり、袋を番茶に合うような色にするなど、玉露とはまた高級感をなくした感じの袋にしてしたりしてこだわりました。なるほど、もう気軽に手に取ってもらえるように、それこそ本当に親しみやすいお茶ですよということをパッケージから伝えていこうと。パッケージがあるってことはこれも販売されてる？今はまだしてないんですけど、今後販売していく予定です、うん、そうなんですね。もうぜひね、本当に皆さんにこれ飲んでほしいですよね。はい、いろいろお話聞かせてもらいましたが、このマンドコロ茶の取り組みに参加してみていかがですか？私たちの取り組みが新聞に取り上げられて、たくさんの人に知ってもらえたし、玉露栽培を行う農家さんが増えたことが嬉しいです。この取り組みを知ってマンドコロ茶を作る農家さんが増えてきたんですね。出てきた、はい、嬉しいですよね。でこうマンドコロ茶の取り組みで、マンドコロ茶これからどういうふうになっていってほしいですか？と知名度を上げてたくさんの人に飲んでもらえるようになったらいいなと思います。そうですね、それでも地域を盛り上げていけますもんね。先生、こう活動している生徒みんな見てどうですか？もう頑張ってやってもらってますし、で、うん、やってる時もこう生き生きやってくれてるので、この頃は卒業してまたどっかでこうマンドコロのことを思い出したりしてもらって、また戻ってきてやるなり違うところでこう活動してもらえたらいいかなっていうふうには思います。本当にもう今でもこう地域にいろんな影響力をね、ありますから、これからも期待したいですよね、はい、それでは最後に元気な滋賀づくりに向けて創生のヒントをお願いします。はい、継続です。これは私たちがマンドコロ町で活動を継続することによってマンドコロ町を知ってもらい、地域に流れを呼び込むことができると思います。なるほど、まさに継続は力なりということですよね。本当に若い力でこれからも地域を盛り上げていってくださいね。
さあ今日は八日市南高校の皆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。日中は夏と変わらないような暑い日もありますが、日が落ちるのも随分と早くなってきました。夏の疲れが出ませんように、体のケアをお忘れなく。それでは次のコーナーへご案内しましょう。大津市の商店街である大会が開かれました。それは坊主めくり。百人一首というのが非常に大津とゆかりが深いということに気がついて、100首のうちの20首が大津のゆかりの歌が入っていて、百人一首をいきなりみんなができないので、もうちょっと誰でもできる坊主めくりを始めようと。ここは丸屋町と七屋町と長良の3つの商店街があるんですけども、それが3つが一緒になって、商店街を元気にしていこうという目的で、ちょっとここのところ商店街どこもそうですけども、ちょっと賃貸してますので、みんな一緒になって盛り上げていこうというのがもともとの目的です。なるほど。思ったよりも百人一首のブームということがあって、映画化があったりということで、割と地元だけでなくて広域から結構遠いところからも応募があって、家族で参加されるということも結構ありました。年齢に関係なく運だけで勝負できる坊主めくり、商店街には笑いの声が響いていました。滋賀県の元気を見つけ出す滋賀創生ゼミナール、続いては新たな地域振興拠点として注目を集めている道の駅をご紹介します。滋賀県には20の道の駅があり、多くが地域と連携した取り組みなどを進めています。今日は大津市の琵琶湖大橋米プラザをご紹介しましょう。琵琶湖大橋西詰の湖岸沿いに立つのが琵琶湖大橋米プラザ。琵琶湖の絶景が楽しめ、観光船などが寄港できる港も備えています。1階には滋賀の特産品を使ったメニューも楽しめるレストランや、箱物のお土産などが揃えられている売店コーナー、地元の野菜や米、加工品などが売られている直売所があります。地元の生産者さんに作っていただいたお野菜、もちろん安心安全な新鮮なお野菜を販売させていただいております。新米になりますとお米の方がたくさん豊富に入ってきますので、もちろんお米を買い求めていただけるお客様、他府県からたくさん来ていただいております。でその中にも、特別栽培米、ジャス有機認定米、原農薬米ですね、はい、3種類、安心安全のお米をたくさん取り揃えております。で観光のお客様で来られて試食していただき、リピーターもございますので、地方の方の発送も受けたまわっております。地域の文化発信拠点としての活動も、当直売所でも年間を通しましてイベントをたくさんさせていただいております。漁業組合さんとの連携による鉱魚の佃煮等のアピール、また氷津太鼓さんの活動アピールで、地元の生産者さんのお野菜の提供とかをいただきまして、お餅つき大会、秋野菜のお味噌汁の提供で、新米フェア、たくさんのイベントをさせていただいております。皆様にたくさんの、滋賀県のいいものを情報発信させていただけるという場を作らせていただいております。そしてこの道の駅を紹介するのに切り離せないのが琵琶湖大橋の存在です。琵琶湖大橋は昭和39年に、架けられまして、この写真は、昭和40年に阿部選手が琵琶湖大橋を走った時の写真です。その当時東京オリンピックの直後でもありますけど、当時の雰囲気がよく出てる写真だと思っております。この写真は平成6年に北側に新しい橋ができまして、4車線化になった時の写真です。それと合わせて平成8年に現在の米プラザが開設した当時の
上空から見た写真でございます。かけられた当時は、まあ、年間500台ぐらいの時もあったんですが、まあ、現在では、年間平均ですと約3万5000台、まあ、日によっては4万台という形で、個性と個とをつなぐ、あるいはあの県外もつなぐ非常に幹線として、利用していただいております。琵琶湖大橋を長く使っていただき親しんでいただくために、この10月なんですけども、約 1.4 キロある琵琶湖大橋の橋の中を探検していただくツアーを予定しております。通常琵琶湖大橋は走っているとコンクリートのような橋に見えてしまうんですけども、主なところは鉄でできてまして、橋の中に通路があるということを知っていただけると、また新たな発見になると思います。またところどころから見える、琵琶湖もまた、独特の視点になると思いますので、ご参加していただけるとありがたいです。ここは、山直で、頑張ってるんですけども、2階の方には、滋賀県の、道の文化というような形で文化の発信も行ってますので、ぜひ2階のインフォメーション等も寄っていただきたいと思います。2階はレストスペースになっておりまして、大海歴史回廊とか街道にかかる文化の発信、あとは琵琶湖の生物環境にかかる情報発信、観光案内道路案内等をさせていただいております。京阪神の方もやはり来られた時に必ずと言っていいほどやっぱり立ち寄ってくださいますので、まずここで情報を得て県内のどちらかにお出かけされるということが多いのかと思います。とにかく情報を仕入れて観光地に行きたいと思ってくださる方には役立ってるかなっていうのと、やっぱりここの道の駅は琵琶湖岸に立地しておりますので、琵琶湖っていうのはどこから見ても景観は素晴らしいと思うんですけれども、直接水に触れて触っていただけるのはうちの道の駅だけかなと思って、重要な役割を果たしているかと思います。観光の拠点として、またこの地域の魅力を伝えるためにいろいろな取り組みをされているんですね。また現在県内20の道の駅でスタンプラリーイベントが開催されています。期間は11月18日までで、スタンプを集めると記念ステッカーがもらえたり、抽選で60人に商品券が当たるイベントです。個性豊かなそれぞれの道の駅、皆さんも訪れてみてはいかがでしょうか。今回のゼミナールはこの辺で、一押し写真をご覧いただきながらお別れです。栄養と睡眠を十分にとって元気な毎日をお過ごしください。それではまた次回お会いしましょう。